スワンダー参ります。決定すると次のエントリーまで変更でき、このゴールドシップ様を呼んだか。皆さん、行きましょう。7番人気、8番、ゴールドシップ。8番人気は、1番成田大使。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。2番シンボリルドルフ。3番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。4番ライスネイチャー。4番人気です。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。1番人気は6番大気シャトル。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。実力は引けを取りません。2番人気は7番マルゼンスキー。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。雨が芝を濡らす東京レース場、馬場状態の発表は主となってしまいました。ここまで重たい馬場だと得意不得意が出てきちゃいますね。現在1番人気は2大マイル戦覇者大気シャトル。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗2冠馬娘マルゼンスキー。注目の3冠馬娘ゴールドシップ8枠8番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー、シンボリルドルフ、大気シャトル。期待通りの結果を出せるか。1番人気大気シャトル、マルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はシンボリルドルフ。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはシンボリルドルフ。その外並んでアグネスタキオン。そして内目をつきましては大気シャトル。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は変わらずマルゼンスキー。続きましたシンボリルドルフ。3番手大気シャトル、アグネスタキオン。続いている5番手にはグラスワンダー。少し後ろから成田大臣。それを見るように4番ナイスネイチャー。1馬身差ゴールドシップ。2馬身差5番ナイスネイチャー。意気揚々と先頭を行きます。マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は依然マルゼンスキー。3馬身リード。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ゴールドシップ前を狙っていると。気持ちよく逃げているマルゼンスキー。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー先陣を切ったのはマルゼンスキー。残り4
やってみましょう。王道の距離で構想が期待できますね。6番人気は3番東海帝王。これ以上ない仕上がりですね。王道の距離で構想が期待できますね。7番人気4番アグネスタキオン。まずまずの仕上がりですね。6番ゴールドシチー8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。5番人気は7番マルゼンスキー。ライバルたちは強力ですが好走を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。1番人気は8番セイウンスカイ。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。勝ちは十分に狙える3番人気9番ダイワスターレット。3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。あいにくの雨が芝を、今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。マルゼンスキーとセイウンスカイ、この二人が競り合っているぞ。これから第二コーナーへかかっていきます。マルゼンスキー先頭に立ちました。激しい先頭争い、外から行くセイウンスカイ、5馬身差東海帝王、少し離れてダイワスカーレット、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。マルゼンスキー快調に飛ばして行きます。花を奪っていったのはマルゼンスキー。セイウンスカイ追走、早くも激しい競り合い。その後3、4馬身開いてダイワスカーレット、ゴールドシチ4番手、1馬身差東海帝王、そしてその外から行ったのはアグネスタキオン、そしてその内から行ったのはグラスワンダー、その後ゴールドシップ、さらにはナイスネイチャー。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。現在1番手はセイウンスカイ、続いてマルゼンスキー、ダイワスカーレット3番手、3馬身離れてゴールドシチ、差がなくアグネスタキオン、内から東海帝王、大けやきを越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ゴールドシップ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。セイウンスカイ2番手につけ様子を見守る。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー最初に立ち上がったのはマルゼンスキー、外からゴールドシップ、驚異的な末脚4着を切りました。追い上げてくるとはまだ2馬身後ろ、ゴールドシップすごい足で上がってきた。ゴールドシップ完全に抜け出した。残り200、ゴールドシップリードは2馬身、速いゴールドシップ足色を衰えない。前方はいてる、ゴールドシップ強さを見せつけて、ゴールドシップ今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ったのはゴールドシップ、ライバルに打ち勝ち見事大きな一勝を手にしました。2着はグラスワンダー、3着に入ったのはセイウンスカイ。皆さん、行きましょう。
4番人気、3番ゴールドシップ。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。1番グラスワンダー、3番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。1番人気、5番マルゼンスキー。いい感じに気合が乗っていますね。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。7番人気は6番エイシンフラッシュ。ちょっと元気がないですね。7番セイウンスカイ、5番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。6番人気、8番東海帝王。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。前目につける先行策で勝利を掴んでほしいですね。8番人気、9番ナイスネイチャー。まずまずの仕上がりですね。足元悪い雨の中スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはセイウンスカイ、東海帝王、マルゼンスキー。期待通りの結果を出せるか。一番人気マルゼンスキー、セイウンスカイ。快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はマルゼンスキー。向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ12馬身。先頭はセイウンスカイ。単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。東海帝王並びかけてきた。2番グラスワンダー、4番手9番ナイスメイチャー。追走1馬身差、エイシンフラッシュ。さらに1番グラスワンダー外、ゴールドシップ。2馬身3馬身開いて4番ナイスメイチャー。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずセイウンスカイ。続いてマルゼンスキー、少し離れて東海帝王。2馬身3馬身開いて2番グラスワンダー、それを見るように1番グラスワンダー、9番ナイスネイチャー。並んでくるゴールドシップ。追走1馬身差、エイシンフラッシュ。大手焼きを越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。さあ外から先頭を伺うのはマルゼンスキー。マルゼンスキーここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはセイウンスカイ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー残り400、ゴールドシップ。本質があるマルゼンスキー。先頭はマルゼンスキー。これは強い。外からゴールドシップ、驚異的な末脚。100を通過。2番手争いはゴールドシップ、2番グラスワンダー。マルゼンスキー足色は衰えない。本質があるゴールドシップ、マルゼンスキー今ゴールイン。勝ったのはマルゼンスキー。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着にはゴールドシップ、3着2番グラスワンダー。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。4番ウォッカ、4番人気です。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。5番オグリキャップ、6番人気です。ライバルたちは強力ですが、
放送を期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。5番人気は6番シンボリルドルフ。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。7番ゴールドシチー、7番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。8番メジロライアン、9番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。9番ゴールドシップ、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。あいにくの雨がしばスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。最後方からのレースとなった2番ゴールドシップ、大丈夫か。ちょっと苦しいが大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。シンボリルドルフ、早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はゴールドシチー、動くか。並んでくるグラスバンダー、4番手向こう上面に入って先頭はシンボリルドルフ。花を奪っていったのはシンボリルドルフ。2番手の位置で先頭を伺うのは動くか。その内並んでグラスバンダー、少し離れてメジロライアン、差がなくゴールドシチー。2馬身3馬身開いてオグリーキャップ、少し後ろから2番ゴールドシップ、1馬身差ナイスネイチャー、外から行く9番ゴールドシップ。意気揚々と先頭を行きますシンボリルドルフ。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。順位を振り返っていきますシンボリルドルフ、まだリードをキープしています。続いて動くか、少し後ろからゴールドシチー、少し離れてグラスバンダー、メジロライアン追走、少し離れて2番ゴールドシップ。大けやきを越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子が出てくるのか。2番ゴールドシップ前を狙っているぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー、先陣を切ったのはシンボリルドルフ、内から仕掛けたのはグラスワンダー。4着を切りましたグラスワンダー。3番を目指して加速する。先頭は2人の一騎打ち。抜け出したのはシンボリルドルフ、だが後続も追いすがる。残り200、メジロライアン食らいついてゆくシンボリルドルフ。苦しいけど粘っているグラスワンダー、並びかけてきたグラスワンダー、差し切ったゴール。勝ったのはグラスワンダー。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着にはシンボリルドルフ、3着はウォッカ。勝利の舞ですよ。私たちなら勝てます。4番人気は9番ゴールドシップ。これ以上ない仕上がりですね。1番セイエムオペラ王、5番人気です。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。8番人気は3番スーパークリーク。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。7番人気4番リホナブルボン。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。6番人気5番エアグルーヴ。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。
じに気合が乗っていますね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。1番人気は8番アグネスタキオン。いい感じに気合が乗っていますね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボアグネスタキオン、6番スーパークリーク。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスタキオン、ミホノブルボ快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はミホノブルボ、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は6番スーパークリーク。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。続きました6番スーパークリーク、そして AM オペラ王、3番スーパークリーク。並んでくる差がなくアグネスタキオン、ここまでが先頭集団。先頭は変わらずミホノブルボン。続いて6番スーパークリーク、3番手には3番スーパークリーク、4番手にはアグネスタキオン、 AM オペラ王、水槽5馬身差、グラスワンダー、その後からゴールドシップ、そしてその後方にはナイスネーチャー、外にはエアグルーヴ。意気揚々と先頭行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。ババ状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。ゴールドシップ前を狙っているとアグネスタキオン、外で足を止めています。さあ外から先頭を伺うのは6番スーパークリーク。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはミホノブルボン。残り400、ゴールドシップ、ここで抜け出した。ゴールドシップ追い込んでくる。ゴールドシップ先頭はゴールドシップ、これは強い。残り200、追いすがるグラスワンダー。ゴールドシップリードは3馬身、速い速い。ゴールドシップ足色は覚えない、大楽勝だ。ゴールドシップゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り。勝ったのはゴールドシップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着はグラスワンダー、3着は6番スーパークリーク。ありがとな、トレーナー。